これは随分派手な髪型ですね。なんというかその典型的なチンピラとでも言いますか。まあ確かに主人公はチャランポランのおじさんなの。でもこういう映画なら髪型なんて派手なくらいがいいんだよ。そうでしょうか。それは一体なぜ。こんなキテレツな頭してたらお話の方も広げ放題でしょ。例えばこのおじさんならデタラメな推理をしても子供に操られてもなんなら年中記憶喪失だってほらなんか平気そうでしょ。店長さん今のはもしやネタバレでは。あっちゃー本当に面白かったですね。推理が半分もいかないうちにおじさんはいびきをかいてるんですから子供も苦労しますね。結構受けてる。主演さんが気に入ってくれるか心配してたけどほっとしたよ。え？それはまたどうしてです。主演さんは治安官でしょ。ほらこんなやけくそみたいな探偵コメディーだし思わず失笑しちゃうかもってそれこそ人を笑わせるなら多少オーバーなくらいがいいですから。
コメディーにプロ目線を持ち込むのも野暮ですし、それに勉強になるところもありますよ。例えば今回のエピソード、犯人が自分の痕跡を隠そうと現場を徹底的に洗浄しましたよね。それで証拠が隠滅できたとしても、疑いを避けられるかというと、そんなことはありません。え、どうして？水道料金を調べればわかります。彼のやり方ではそれはそれは水を使いますから。治安官なら初動で失踪の線を当たることはありません。調査は被害者の家族から、これは鉄則です。そんな切り口考えもしなかったな。周縁さんってすごいね。大したことじゃないですよ。結局のところ犯罪という手段を選んだ時点でもう隙だらけも同然ですから。この世に痕跡を残さない悪事はありません。手の込んだ嘘ほどかえって見抜きやすいんです。だからこそ治安局が日頃から秩序を堅固に築き上げることが犯罪を選ばせないことにつながる。日常にはそうした価値があるんです。こうして楽しい映画も見せてもらいましたからね。同僚たちにもこのお店をおすすめしようと思います。店長殿が興味を持ってくれたようで大変上々。ここに素晴らしい商品を用意してあるぞ。先輩、普通商品の前にクイズとかじゃない？おお、言われてみればそうであるな。では問答といこう。店長殿、この手に指は何本ついているか当ててみよう。5本かな。これ何かの引っ掛けじゃないよね？小難しく考えるでないぞ。引っ掛けようなどとは思っておらぬ。おめでとう、見事な答えであった。主が獲得した商品はこちらにいる治安官の周縁さんであるぞ。ほれ受け取れ。信じられません、私をあっさり差し出すなんて。仁義はないんですか、陳毅先輩。現実を直視して観念したようであるな。よしよし、では主演の休暇を監督する重責主に任せたぞ、店長殿。主演さんの休暇を監督？さよう、どこへ行こうと構わぬ。いかなる手段を使ってでも主演を休ませるのだ。こやつはなかなかずる賢い。休むと見せかけて働くかもしれぬ。店長殿、くれぐれも油断するでないぞ。必ずや、やり遂げてみせます。よろしい、これで我も肩の荷が下りたというもの。ではな。主演さん、どっか行きたいとこある？はあ、では六分街に行きましょうか。あ、ちょっとこっそり働こうとか思ってないよね？違いますって、あそこはお店がたくさんありますから、一軒一軒回ればいい暇つぶしになるんじゃないかと。今日の地下鉄はいささか混んでるみたいですね。今日に限った話でもないけど、まあ治安官さんはいつでもパトカーでスイスイだもんね。そうでもありませんよ、毎朝の通勤は地下鉄ですが全く混んでいません。朝？空いてるの？はい、始発の時間帯なら大抵私一人ですから、ちっとも混んでませんよ。着いたみたいですね。
休暇中に見る空はいつもより綺麗ですね。わ、すっごい棒読み。せっかくのお休みなのにどうしてそんなに嫌そうなの？真面目な人の考えることはわかんないよ。休暇そのものが嫌いなわけじゃありません。休みを取らされることに抵抗があるんです。元は代休を貯めていまして79日あったんですが、突然もう繰り越しはできなくなったと言われて、それだけの量買い取ってもらおうにも到底申請が降りる額ではないですから、消費することを余儀なくされました。ですが仕事なら山ほど残ってます。同僚に丸投げして自分だけのうのうと休みを満喫するなんて論外ですよ。というわけで適当に何日か休むしかないんですが、おかげで私の計画が台無しですよ。嘘だ、代休を79日？貯めとけるわけないじゃん。どうせ計画なんて最初からないんでしょう。直近の忙しい時期を乗り切ったら休みを取るつもりだったんです。店長さん、その犯罪者を見る目つきをやめてもらえますか？わかりましたってば。店長の監督か休暇に邁進しますから。約束します。ここの喫茶店ずいぶん高立地にありますね。今の今まで気がつきませんでした。マスターに先見の明があったってこと？お客さんが一番通いやすい場所だから？いえ、ここは縦横の道路が接しているちょうど角のところですから、戦略的な要所になりうると思いませんか？何か緊急の事態があったとしてもここを封鎖してしまえば六分街全体を掌握できます。星村区は窓も戸口もガラス張りなことですね。いっそ防弾ガラスに総取り替えしてしまえば。もしもし、とっても物騒なこと考えてませんか？エーテリアスの大軍、新エリート防衛戦、どんな緊急事態か知らないけど、ついでにどこから取るかも考えといたら？だから店長さん、そんな目で見ないでくださいってば。すみません、どうしても職業柄。六分街は確かに悪くない場所です。さっき通ったお店は確か404エラーでしたか？空対地攻撃を耐えるのにはうってつけの作りに見えました。自然災害の際にも市民の避難先として使えそうですね。お次は宇宙人の襲来、それとも氷河期到来？この街のためにいい加減ポジティブなことも考えてよね。備えあれば憂いなしですよ。もし本当に、そうでした、今は休暇中、今は休暇中。すみません、これはもう本当に職業病で。店長さんにもこういうことはないですか？あるとしたって、俳優さんの名前を見た時、あの映画の人だよ、ほらあの映画なんだっけって狂いそうになるくらいだよ。主演さんのはレベルが違うもん。外の物干し竿が変だからって、ご近所の大おばさんとバットおじさんがこっそり付き合ってるのを見破るとか、できれば知らないままでいたかったよ。私これから近所で二人に会っちゃった時どんな顔したらいいの？そういえば店長さんのセンスも喫茶店のマスターに勝るとも劣らないですよね。向こうに比べたら閑散としてはいますが、通りに面する2つの出口が4方向に通じていて、自前の駐車場もあるんですから、いわば隊員は位置に隠る。表と裏2つの顔を使い分けるビジネスなんかには絶好の場所というか。心なしか、店長の目つきに前よりも複雑な情緒が伺えますね。いえ、もう本当にすみませんでした。あの、映画を見ましょう。今度こそ休暇にふさわしい振る舞いをします。
絶対に約束です。
店長さんのお店には確か旧式のビデオを再生できる設備がいろいろありましたね。うん、どんな型番のやつでも揃ってるよ。実は我々は古いビデオテープを押収したのですが、どれもラベルが剥がされていまして、意図的に広報互換のない旧式が選ばれていることもあり、治安局のものでは再生もできないのです。ですから店長さんのところで設備をお借りして内容を確かめられたらと思いまして。ビデオテープのラベルって結構剥がしにくいんだよね。わざと剥がされたってことはあっち系のビデオかな。あっち系というのはどっち系ですか？あっち系って言ったらあっち系なの。なんとも奥歯に何か挟まってるような言い方ですね。業務上何か守秘義務に抵触することですか？まあ実際に見ればわかるよ。一応ほんのり忠告はしたからね。今のは一体何なんです？ひとまずビデオの内容は把握しました。しましたけど、それで残りのテープはどうするの？見とく？仕事ですから。Thank you.